呉服屋に生きる千恵子と北山杉に生きる苗子、生き別れになった姉妹、それぞれの娘が大人になった時、新たな物語が動き出す。この帯はお母ちゃんの宝物や。なぜ巡り合うの。このご時世、着物だけではな。これしか知りませんので。舞、家継がへんの。ゆいちゃんはトンビが高、この北山から生まれた天才少女やしな。そんなん違いまして。京都の人間は目だけは超えてる。そやけど自分で何ができる、何がしたい、それが分からんようになる。僕もどっか行きたいな。お母さんが気にしてんのはこの佐田の家の顔やろ。自分が里子で何も言えへんかったから言うて私に押し付けんといて。もう何を書けばええのか分からへん。喧嘩できるのは親子の印や。伝統を守り続けてきた家族の絆。おかえり。この町で育ったいうことは宿命みたいなもんがある気がしてな。今日本中に感動を送ります。